はい、えー。皆様こんばんは。時刻は8時30分になりました。えー、12月19日月曜日ですね。えー、雫未来の風島未来期、えー。今日20回目になります、えー。かなりね、沖縄は寒くなりました。えー、風とか引いてませんかね。僕はあの、ちょっと聞いてらっしゃる方、まあ、ずっと聞いてらっしゃる方にしかわからないかもしれませんけども、ちょっと声がですね、 風をう、まあ、か,かつとか油断しておりましたら風を少し引いてしまいまして、えー、ちょっとだけ鼻声になってますね、えー、お許しいただきたいと思いますが沖縄の方もかなり、えー、風,風がねやっぱり沖縄強いですね本当にあのこの番組の「風島」というタイトルをつけたようにあのまあ暑い 夏の風、まあ、春の風、それからもう冬になる前,前の風はすごく涼しいんですけど、冬になった風というのはやっぱりかなり体感温度がね、えー、低下がります。ですから、ずいぶん寒いあの、気温そのものはね、そんなに寒くないんですけども、体に感じる感覚というのはかなり寒い感じですね。ですから、えー、油断すると風邪をひいてしまいます。皆さんまたどうぞお気をつけくださいね。えー、実ははですね今日の風島未来期は <laughs> 録音でおお送りりしております、えーまあ、月曜日、本来月曜日の夜に、えー、ギドワンのスタジオですね、サテライトスタジオから見下ろす形で、本当に、チャタンの宝石箱のような夜の景色を、風景を眺めながら、放送やってるんですが、お届けしてるんですけど、今日は、えー、小さい狭いスタジアの中でですね、えー、ちょっと月曜日に、あのー、別の用事、どうしても外せない用事があって、えー 今日は録音でお送りいたえー、まあ沖縄はね本当にあのー、オスプレイが、まあ、墜落という言葉で、えー、新聞、まあ、沖縄の新聞等をやってますけども墜落ではなくて、まあ、実際は不時着ですね、あのー、操縦士パイロットの方が本当にあに、のー、そのテクニックというかを利用してあの使ってですね民間の上空より 住居居住地の落ちないように、まあ、辺野古の海岸の方に行かれたということで、まあ、これは非常にこう今の沖縄の、まあ、一部の,あの人たちは、まあ、非常にこう激しい憤りとか批判をやってますけどもそんなに沖縄全体がです、ねえー、激しい,そういう世論の中にあるわけでは決してありませんですからその辺はです、ね、どうか、あのー、ご理解いただきたいと思います。えー 梶島未来記今日もですね、えー、オープニングの前にちょっとだけその時世のトークを入れましたけども、えー、まずは、えー、オープニングから始めたいと思います。 はい。えー、皆様、改めまして、こんばんは。み未来です、えー。お元気でいらっしゃいますか、えー、僕は風邪をひいてしまいました。あちょっと鼻声、えー、フラワーボイスになってますけども、皆様方、えー、お風邪を何度ひいてお、えー、られないと思いますね。えー、先週ですね。ね、まあ、今日は、あの、えー、先週も言いましたけども、オープニングの前にですね、えー、クリエイティブウィングプラン、 オフィスクリエイティブプランという,う、まあ、スポンサーと、それから何人かの方の本当にね、ご好意で、えー、この番組や,やらせていただいております。79.7メガヘルツ、Fm ミギワンのサテライトスタジオからですね、今日は、えー、狭い部屋の中で録画、録画、録音棚、録画ではないですね、お送りしてます。よろしくお願いします。もう今日も短い時間ですけどね、あの、お付き合いいただきたいと思います。 で先週はですね、えーまあ、僕が沖縄に、えー、来て、来る直前の話から沖縄に来て、なぜこの番組を始めたいと思ったのかという、まあ、沖縄に来てから13年目ぐらいに入りますけどね、えー、その流れをちょっとだけお話し,しました、まあ。いろんなあの僕の人生で非常に不思議なことがたくさんあって、えー、その時その時でこう行くべき方向を突然 支持されるというかなんか突然そういうメッセージがいろんな形で降りてきたりするので沖縄に来ることになったのも本当に1秒であのその前もともと住んでいた場所から1秒で沖縄に行こうというふうに決めてそしてやってまいりましたあー誰も詩人もそれから友人もいない沖縄で住み始めて13年になりますねでまあその話をあー先週いたしましたけどもその 放送の最後にですね、まあ、本来するべきであった話を少しだけ解説をまんでしました。それは、あの天皇の話ですね、えー、どういう話かと言いますと、まあ、今は平成ですけど、その前が昭和、それから大正、明治とずっと遡っていきますと、明治の前に、えーまあ、江戸時代の,その最後の。 時代があったわけですその明治天皇、明治天皇になる前の天皇を孔明天皇と言います。で、孔明天皇という方は、まあ、昭和天皇も非常にあの短かったんですけど、孔明天皇という方、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、大正天皇ですね。大正天皇も非常に短かったんですけど、在位は。孔明天皇というですね、方も、えー、実は35歳で、えー、急に、 えー、お亡くなりになられてます。で、これは、まあ、いろんな説があるんです。まあ、個々の説を触れるというのは、もしかしたら、歴史的にはタブーになるかもしれませんし、あまりその、正式なというか、表側の学者さんたちの間では、なかなか触れられておりません。まあ、けれども、まあ、いろんな、その説が出てきてるという、ちょっと資料上で行くとですね、実は、あのー、 孝明天皇がそのお亡くなりになる原因となったのは今でいう天然痘ですね。放送天然痘ウイルスによる放まあ、放送まあ、水疱瘡という言うのかもしれませんけれども、その病気で亡くなったというふうに言われているんですが、実はあのその当時の主治医のですね。えー、方、主治医の方の、えー、これイラコって読むんですけど、ね、イタリアの意味良い？悪いのように子供の子イラコ,コージュン。 といいうお名前ででよろしいんですか、ね、その当時のコーさんという主治医の方の、まあ、記録がですねそのコーさんのお孫さんで光孝、まあ、とお呼びになるかもしれませんけどもその方のです、ねえーまあ、発表によってこれはその天然痘が発症した症状ではない状態で、まあ、検視というか亡くなった後の その状態を見て、明らかにこれは天然痘の症状ではないと。もちろん、天然痘も、あの、えー、致死、致死率が20%から50%ありまして、まあ、かなりその、命の危険性を及ぼす病気では、当時もあったんですけども、ただ、あの、その、米天てのほうが、まあ、お隠れになるとか、ご、ご、ご包囲をされた後の、その、CG の、その方の、平子さんのですね、 検診結果検査結果をいくとどうもやっぱり毒性の毒物によるあのまあいわゆる命が絶たれたというような記録が残ってますですからこれはあのまあ正式ではないのでもちろんあのそういう一,一部の特別な意見としてもちろん聞いていただいてもいいんですけどもあのまあその当時ですね結局 え、江戸から明治に移っていく際に外国からのいろんな、まあ、ペリーの黒船とかもありますけども、外国からのですね、いろんな働きかけに対して、この公明天皇という方は非常に反対をされていた。日本が、あの、開国していくということに対してですね。で、これに対して、結局は、あの、まあ、ちょっと非常に乱暴な言葉を使いますけども、 邪魔だというふうに思われた方がもしかしたらいらっしゃるのかもしれない。で、これは僕が書いてることではないので、まあ、名前を具体的に出してもうれしい,いただきたいんですが、あるその方が歴史家、あの歴史家の方が書いてる中にはですね、えー、非常に有名な岩倉友美さんという方、あとまあ奥坊 しんですかねそういった方のおらめがチラッと出てくるようですねだからこれはもう実際本当にその方たちが何かをされたというわけだけしてあ,のありませんので、えー、お許しいただきたいんですがその方たちにとってはもしかしたら孔明天皇がですね、えーそのえー、江戸から明治に至る日本が開国していくということが非常にその孔明天皇がそれを嫌がってそれに対してまあんまり不快感を よく思われてなかったということに対して、ちょっとそれは、目の上の単行部的な形になったのかなという気もしないでもありません。ですから、そういった、あの、事情があって、35歳の若さで、公明天皇はお亡くなりになられました。で、その後に、あの、山口の方から、え、目 今、明治天皇に当たる方がお見えになられて明治、明治の時代が始まったんですね。で、僕は今日その何を言いたいかと言います。これ、ね、天皇様の,のお話をしたかと言いますと、その、えー、明治天皇のですね、お生まれになった山口の方の一つの血筋というか家系というのは、あの、えー、放送でいろいろ言ってきましたけども、いわゆる、安住の 安住ごめんなさい、ア安,安住系海洋民族。これは、えー、沖縄の都とかを発祥としてるという説があります。これは、あの、鹿の島という説もありますけども、僕は沖縄の方から上がってきた。いわゆる海洋系の、あの、一度放送でお話し,しましたけども、そういった海洋系のいろんな技術を日本国中に、えー、広めたという、まあ、民族、安住の海洋系民族という民族がいるんですけどね。 その方の数筋を引くのが、えー、明治天皇だというふうに言われています。ですから、あのこれは、まあ、その流れの中で、えー、光明天皇がお亡くなりになられて、明治天皇になられたという流れの中で、その安曇海洋系民族という民族の一つの流れが、えー、天,皇天皇としてまたあ、まあ、またという言い方はありかもしれませんけど、帰りたいだと。でその 実はもう一つですねこれ、これは本当に非常にこう、あのーまあ、危ない言い方に聞こえたら申し訳ないんですけど実は代々天皇家の中にあの表の天皇と裏の天皇があるんじゃないかという説があるらしいですねこれはそのなぜそういう説があるかというといろんなその天皇がずっと代々即位していく中でこれはありえない順序序列でその時代に天皇に なられた方が何人もいらっしゃって、その、ま、天皇家のいろんな、そういう昔のね、もう今となっては、はっきりは、あの、できませんけども、そういう流れの中で、どうもこ、その、ある時代の天皇に、その、即位された方にとっては、すごく、こう、何代も、まあ、それこそ下手すると、10代とか、5代とか、10代とか、ああいう序列の中で、その、ずっと順番を飛び越えて、 天皇だからいろんな形でその,その天皇家の流れの水脈の中にあのいろんな、まあ、表立ってはもしかしたら言えないようなものがあるんではないかという話があります。でこれはですね結局日本の歴史そのものが非常にこうあの隠されてるというかこれ沖縄の歴史もそうなんですけども日本の歴史そのものが隠されてる部分がかなりたくさんあっていわゆるその 神武天皇から始まった日本の天皇家の歴史以前に、あの、これ先々週か、もっと前ですか話をしましたけど、もっと天皇家の経図が長いんではないかという話がたくさんありますね。これはあの、もちろん表立っての歴史には出てきませんけども、ただ、今大だ体いい2700年ぐらいというふうに、後期2700年ちょっとですか、というふうに言われてますけども、そうではなくて、えー これ、熊本の、熊本と宮崎の県境のところに、冷え立て神宮というお宮さんがありますけど、個々のお宮さんの歴史を紐解いてみると、そのお宮さん自体がですね、1万5千年の歴史を持ってると。これは、あの、11代をつなぐ杉の木があるというふうな話があります。で、そういう石板があって、まあ、あの、ちょっとこれは、 どう思われるかは別としてもですね、そのアソヒノオオカミという石,石板の中にそういう文字が書かれて、古代文字が書かれてて、その古代文字を解読するとですね、結局、まあ、あいつはと思われてもいいんですけども、宇宙船がやってきて、その、そこから何者かが降りてきたという説が、あ,あの、記録があるそうです。 で、これはあの、古事記とか日本書記、古事記の中にもそういうあ、雨の鳥船とかですね、様々な、こう、今から今の時代から考えると、宇宙船としか思えないような表,表記みたいな、表現みたいなのがあってですね、これは、まあ、もちろん、そんなことは全く前かしだというのは、あのもういろんな聞かれる方によって、かなり変わるとは思いますけども、ただ、そういった、あの、一つの歴史的なものがあってですね、 で、その冷え立て神宮の中には、五色のお面があるんですね。これ私も実際行って、えー、確か見た記憶がある、もうずいぶん前ですけど、見た記憶があるんですけど、その五色のお面というのは何を表しているかというと、あの、まあ、地球上というか、この世界の中には、五つ五種類の肌の色をした人間が住んでいたという話だそうです。それから、まあ、今、白人、黄色人種、黒人ですか、大きく言えば、 3通りですけどもあと 2, 2, 2通り、えー、赤,赤い肌の色をした人間とそれから、まあ、青ですね、えーまあ、み緑という説もあってその辺はちょっと微妙なんですけども青と緑を分けると6種類になるんですねでも青と緑を一緒にしてしまうと5種類の肌の色を持った人間が実は、まあ、大昔とか太古の昔には住んでいたという話がありますですから そういったその歴史的なものはこれはずっとさが遡っても遡っても結果的に今残ってる資料から見ると全くあの前唾だと思われても仕方ないようなあの内容しか残ってませんしそれをどう捉えるかはもうその人によって変わりますけどもただあの歴史は本当に隠されたものがたくさんあるとで沖縄の歴史もたくさんあると。 で僕はそのこの番組で沖縄の隠された歴史をちょっとでも紐解いていければいいなと思うんですけど結局沖縄のさっき申し上げたその明治天皇そのもののルーツが実は遡っていくとですよ沖縄の方にあるのではないかなという話が僕の中では一つの推論として成り立ちますでこれはあのいつもいつも時々出てきますけどムーという大陸が太平洋上にあって そしてその大陸の端っこに沖縄が位置しててムーが沈んだ時に沖縄は沈まずに今の島のような状態になったのではないかなと。ですからあの日本のまあ縄文時代の話も縄文人のはあの日本人の DNA と違うという話も前にしましたけども結局沖縄のアイデンティ,ティティを見ていく時にそういうムーという大陸があってまあその大陸の中にも 結局、あの、ジェームズ・チャーチワードが書いている本の中に失われた、えー、無大陸という本ですかね。その中にも、その、五種類の人間がいたという話がちゃんと書かれているんですね。ですから、その、ヒエタ神宮で言われている、その,5つの面、五種類の面が残っているというのと、同じようにですね、いわゆる、そういう歴史的な、チャーチワードという方が書いた文献も残ってます。ですから、これをまあ、どういうふうに捉えるかは、もちろん人それぞれのお任せしますけども、 僕はこの非常に長い悠久な歴史、えーまあ、1万5,000年ぐらいでもう一つ面白いことに、えー、その 僕がお会いした仮眠中の方はこの沖縄の歴史は3万年ほどあるというふうにおっしゃってました。ですからいろんな形を考えてみてもそういうのも1万万年単位のですね、えー、歴史があるというふうなことをどういうふうに解釈した方が自然ではないかなというふうに思います。まあちょっと鼻声でねちょっと大変お聞き苦しいとは思うんですけどもそう,そういった話を今日はちょっとル,ルールしてきました。まあ一曲ですねここで、えー、曲をお送りしたいと思います。えー、小田和正さんの 風のように歌が流れていたどうぞ はい、えー、あっという間にエンディングになってしまいました今日はですね本当にあの狭い、えー、密室のスタジオの中で、えー、おまけに風邪をひいてて鼻声で大変申し訳ないですき苦しいかったと思います、えー、時間時計を見ながら喋ってるので、えー、かなり早口になったかもしれませんし内容としては、えー、もしかしたらお聞き苦しいところもあったかもしれませんただあのいつも、えー、毎回申し上げてます1372年に沖縄琉球という名前を「王、まあ、琉球」 大琉球という名前を当時の民からもらもましたでそこから沖縄は琉球であるというアイデンティティをまを、あ、今の沖縄県民の、まあ、全部とは言いませんけどノスタルジーを持った方たちがたくさんいらっしゃると思うんですけども僕は沖縄は琉球ではありませんありませんというのはシナが中国がその自分たちが琉球という名前を付けたことによってこの沖縄はシナのものだということに対する反論です。ですから沖縄の琉球という文明を えー、否定するわけでは元とありませんこれはもういつも申し上げておりますご理解いただきたいと思いますがこの沖縄が琉球ではないとすれば沖縄のアイデンティティは一体どこにあるのかこれは毎回毎回話をしています沖縄のアイデンティティこの琉球民沖縄県民の魂のふるさとは、えー、日本の古代にありますで、日本の国体国に、えー、寄って立つ のにありますですから、そこのところはですね、えー、どうか知っていただきたいと思います。えー、今日もちょっと時間なくなりました、もうあとカウントダウンになってますので、えー、どうかね、皆さん、風邪をひかないように、えー、くれぐれもお気をつけくださいね。私がそ、そう言ってる私が、あのー、引いてると、もとも子もないんですけども、また、えー、来週はですね、えー、きちんとライブでお送りしますので、今日は本当にありがとうございました。えー、お聞き苦しくてごめんなさい。また来週。